本庄さんが茅ヶ崎に来てくれたやーやーやーでございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。もう本当にあの こちらの店主が言ってるのであのいいと思うんですけれども、このような偏僻な場所に来ていただいて本当に申し訳ございません。で本日は、特にですねこちらの本庄さんの、また会う日まで音楽プロデューサー本庄正治の仕事録というのが出版されまして、これの出版記念ということで、特にこの中であの本当に本庄さんのこの本を読ませていただきまして、もう一人のアーティストに絞るのが本当に失礼に当たるぐらい、いろんなアーティストをされている、特に GS 時代から始まりまして、いろんなほど聞きたいこといっぱいあるんですけれども、今日はその中でも尾崎さんのこと、本庄さんの仕事録の中でも尾崎清彦編ということで、はい、お送りさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ね、そうですね、だからもっと新しいことに挑戦しようっていう、そういう意気込みが入る、意気込みはそうですね、全然違いますよね、やっぱそういうことですね、新しい会社もできたことだし、はいはい、年代も60年から70年になったしということで、はい、ちょうどそういうタイミングですね、タイミングですよね、はい、だそんな時に出会うんですよね、尾、はい、崎さんとね、はい、一応あの69年の秋に尾崎さんが前にやっていた The Wonders という、うん、一応コーラスグループというふうに私はあの呼ばさせていただいてるんですけど、そうですね、あの GS というふうに言われてます、言われるんですよね、GS どうもグループサンズとはちょっと違うと思うんですよね、まあ、グループサンズ、定義なんですか、まさに GS のあの、あのね、やっぱりグループサンズっていうのは、ね、あのそれまでの音楽と違って、はい、あの歌手と、うん、ミュージシャン、演奏家が一体化したやっぱ音楽を作るグループっていう、うん、自分たちで音楽を、ね、今では歌手がいてバンドがいて、はい、歌手がいて、歌手がいてですね、はい、ね、あのいわゆるポピュラーミュージックの世界というのは、はい、それじゃなくてやっぱりだから、まあ、その定義はもちろんビートルズでありストーンズであったわけですけども、そういう音楽がやっぱり台頭してきた、それを、まあ、日本ではグループサンズというふうに、うん、誰か週刊明星の誰かがいたか週刊明星が名前が定着しちゃったんですけどね、はい、だからワンダースも最初3人なんですけれども、後にその GS のブームに乗ろうとしてか人数増やしてるんですよね、演奏メンバー的なものを。あ、そうですか。だから若干乗ろうとはしたんですけど、だから、まあ、GS を目指したんだけれども、まあ、コーラスグループというワンダースで僕ね全然知らなかったんですよ。そうですね、言ってましたよね、存在をご存知なかった、はい、ということだったので、で、お会いしたの、尾崎さんとお会いしたの、結局、いつ頃か覚えてます ?69 年なんですかね。そうなんですね。いや、あったのは、ですから、あの、ソニチオンっていうね、はい、音楽出版社の、はい、あの、もう亡くなってしまった村上さん。あの、当時、制作部長になられてたのかな。はい、あの、ほんで、ぜひ聴いてほしい、うん、あの歌手がいるんだっていうことで、うん、そのたまたまその私あのフノゴロンって会社が六本木の中心というか、はい、俳優座の隣っていうか並びにあって、はい、それでそのまた下の方にアリというサパークラブがあって、出ました、はい、それで尾崎君がだからあのワンダーズ解散してからそこのアリで歌うようになったんですね、うん、弾き語りで、でその店にだからあの聞いたんですよ、だから村上さんと二人で行ってるんですよね、そうですそれが最初です、それがですから70年の何月ぐらいですかね、はい、春ですかね、春ですか、デビューシングルが70年の8月25日なん で、だから春でしょうね、70年の春ですか、はい、六本木のアリの場所ってみんな分かってるんですか、どうなんですか、覚えてどこら辺か覚えてらっしゃるんですか、正確に、ね、今で言うとどこだろう、今地図見てもアリって検索しても何も出てきません、もちろん出てきませんので、私なんか小さな公園があって、公園ですか、はい、ええ、ちょっとまたじゃあ調べて、その公園は今でもまだあるんじゃないですか、そのちょっと下ぐらい、下ぐらい、わかりました、了解しました、六本木のじゃあそこに石碑を、アリっていう石碑をまた立てなきゃいけないんですけども最初に会った時のどうでした印象、まあもちろん歌ってたっていうことなので、尾崎さん当時オリジナル曲は多分歌わずに多分カバーを何かやったのかなと想像されるんですけども、そうです、まああの外国語ばっかりで、外国ですか、日本の曲はね、うん、確かあのスイングウエストと湯原雅紀が歌ったあの雨のバラード、雨のバラード、はいはいはい、確か歌ってたような気がしますね、あ、もうその時そうですか、確かその曲歌ってたような気がします、うんうんうん、あとはあのいわゆるあのファーストアルバム、はい、君の、はいはい、あの、まあ、あれに入ってるような曲が、あ、そうですね、ほとんどでしたね、あの
グリーンキャップとかそういう曲も多分、まあ、引き当てていいけど持ってきまっていい。やっぱりだから洋楽が基本ですよね、当時ね。やっぱね、だから洋楽の曲をやってましたね。わかりました、ありがとうございます。で、まあ、特に尾崎プロ、今あの村上さんというあの名前が出ましたけれども、はい、尾崎プロジェクトのまあ登場人物といいますか、うん、最初の人をちょっとご紹介させていただいて、でそれでちょっとあの教えていただきたいんですけども、はい、本庄さんはレコード会社日本フォノグラフのプロデューサーという立場で尾崎さんのプロジェクト、はい、そうですね。で村上モルモル制作部長は音楽出版社日音の担当としてついていた。で常川光明さん、この後は日音のディレクター。常川君はね、はい、ディレクターじゃなくて何でしょうね、はい、プロモーションですか、ね、プロモーションは彼は担当してましたね。要するに楽曲制作には携わってないということでいいですか、そう でも、まあ、あの作家の交渉とかなんかそういう部分は確かあのあ作家の交渉、確かそうですね、仕事のに入ってたと思いますね。はいはいはい、で、ワンダース時代の小栗さん、はい、これがこの方が、ね、日音入るんですね。そうです。日音入社して彼はディレクターになった。ディレクター、うん、ディレクターになって彼の最初の仕事がだから僕と一緒にやった尾崎さんですよね。そうですね。だから彼はその元メンバー、日音の現場の仕事は全部ね、あの宮城沙織さんから、はい、で尾崎君と一緒に例えばあと浅岡幸二さんとか、はい、制作を彼がやってたはずです、じゃあもうこの時はもう大井さんはもう自分が歌うということはもう完全にやめて、そうですね、もうその音楽制作の方の人に完全になってるんですね。なりましたね。わかりました。で、あとワンダースメンバーもう一人浅孝太郎さん、はい、朝さんは村上さんが、作詞家として面倒を見るというそれはね、ちょっと僕はよく知らないんですけどね。あ、そうですか、当時関わりとしてはもちろん最初の私はだから、はい、朝君と会ったのは、はい、尾崎の、なんかコーラスやるときにコーラス要員として彼が加わってくれたっていう、また会う日までの、ねコーラスは小栗さんと、朝さん入ってますからね。それぐらいのイメージしかないですか。そうですね、うんうん、直接 のあまり関わり合いあまりなかった、なんか作詞したのだとかいうのもないってことですね。わかりました。でこの時に事務所オフィス M というのが、まあ、ちょっと後なんですけど出来上がる、うん、要するに、尾崎さんの専門の個人事務所になるわけなんですけども、ね、はい、村上さんがなんか作ったんですね。そうですね、それはこれ三浦寛治さんという方でございまして、最初はやっぱ違う会社だったみたいなんですよね。彼はどこから来たんだったかね、あといろいろ聞いてたんですが、もう全部、50年経つなんですよ、人間そう、50年以上前ですからね、この今の話、昨日のように今話してますけれども面白い経歴持ってたんですけど、何したさんが本当忘れちゃいましたね。この方はだから、その制作とかそういうのに携わってない方なんでしょうね。あんまり音楽時代にも携わってなかったです、ね、そうですね、芸能のマネージメント関係でしょうね。そうですよね。で、ワンダース時代から関係性があったというふうに聞いてます。で、もう一人重要人物として、内沼英二さん。はい。レコーディングエンジニアですね。そうです。まあ、彼とはいろいろ前からね、はい、レコーディングで、まあ、まあ、フリーのエンジニアっていうか、はい、当時は、ビクターで契約これ多分ビクターですよね、おそらくね。それは慶祝会見で言ったんですけどね。なかなか当時から、まあ、素晴らしいエンジニアでしたから。はいはい。もう尾崎さん前から内沼さんは、使われてましたか、尾崎さん。ね、僕は慶祝会館の時は別の人でちょっとやってましたんで、はい、内沼氏はよくしてたんですけど、はい、直接やったかとかあんまり記憶ないですね。あ、よく知ってはいましたけど、あ、尾崎君は最初あったか、かもしれないですね。いや、貴重な話ありがとうございます。で、そのじゃあ日音、まあ私が、まあ、本日のお話、まあ、前回もあのインタビューさせていただいた時からもう3年ぐらい前になっちゃうんですけど、あのインタビューが、はいはい、そうかずっといろいろ考えてたのが、やはりこのプロジェクトというのは、まあ、かなり日音の意向が強いんではないかと、うん、つまり村上さんさっき言って、うん、村上さんが尾崎清彦を何としてでも世に売り出したいと考えていたと私は推測してるんですけれども、うん、そこら辺はどのように考えていますでしょうか。まあ、それは非常に、間違いないなと思います。間違いないですか。はい、特に2つ の,
あれでね、あの要するにもうワンナー自体から村上さんは、はい、要するに彼らを育成 してましたし、育成してたんですか、そのやっぱり責任も持って、うんうん、そういうあの今度彼を尾崎君ソロでして売り出したいという、はい、それだからそれともう一つはやっぱり楽曲を自分のところの楽曲を、はい、なんとかやっぱり人出したいという思いやっぱ相当強かったと思うんですよ ね。でその人にだからやっぱり小崎君が待っていたわけですし、うん、でそのためにスタッフをちゃんとあの用意してたわけですし、自分でマネージメントも、はい、マネージメントも自分でやったわけですからね、それはそういった彼の思いってすごい分かります。そうですね。で私は私で個人的に、うん、というか、あの私は今までそのあの、まあ、ディレクターというレコード会社のディレクターとしてやってきて、3人あのすごいと思った歌手が巡り合ったんですね、はい、一番最初は森山良子です。森山良子、いやですごいというのは私はやっぱりあの声の素晴らしさ、うん、声の質感、なんか今まで経験したことのないなんか、うん、あの声に惚れ込んだというか、これはすごいという経験、最初にそういう衝撃を受けたのは森山良子で、2番目が尾崎裕彦です。尾崎裕彦、ええ、ちなみに言いますと3番目は大橋純子です。ああ非常に私その3人巡り合ったことをすごく幸せだと思ってます。尾崎さんはどういう最初出会った時イメージがこう湧きましたか。こういうどういうふうな、まあ、歌手にしたいって言ったらあれですけど、いやもうとにかくねあの声に僕飛びましたね。声がありで聞いた時に、ありで聞いた時に、こんな歌い手が日本にいるのかと思いました、うん、何が違うんですかね。なんでこういう歌手が世の中に出てないんだと思いましたね、うん、あ今まで逆に今までなんで売れてないんだと、それぐらいですか、で、まあ、それとそれまで私が国内政策を5年ぐらいやってきて、はい、要するに、まあ、女性のポピュラー、まあ、要するにポピュラー音楽、日本での新しいポピュラー音楽をなんか発展させたいという気持ちでやってきたんで、はい、まあ、森山良子をとにかく女性のポピュラーシンガーとしてある程度順調に行ってる、そうです森山良子さん、それであとまあグループはいろいろやってましたけど、考えたら男性のポピュラーシンガー音楽ってあの出会ってないなと、はい、でだから尾崎君これぞ日本のポップス男性シンガー第一人者になれるなという、まあそこで自信というかね、はい、でそのナンバーワンにしてみたいというその欲求と両方で彼の制作に臨みました。で、まあ、この後まあ70年8月25日にデビューシングルが別れの夜明け、はい、スインで今後ろにあの CD の EP のジャケットを置いてるんですけれども、ちょっとじゃあ前出しておきましょうかね。せっかくなんで頑張ってこれ作ったあのちょっとでかすぎるな、よいしょ、これですね、オスインで別れの夜明け、これです、オスインで。これが、私もっとこう、1980年出るんですけども、うん、そういった時に、要するに尾崎さんにはバンドがいないので、演奏ができないとなると、演奏陣を揃えなければいけないじゃないですか。はいはい、こう本庄さんとしては、どういう演奏陣を、どのような基準で選んだかっていうのが覚えてらっしゃいますか。まあ、レコーディングの時ですか。レコーディングですね。あ、それは別にそんなに苦労はしないっていうか、当時の、はい、もうあの完全にそのスタジオミュージシャンというのはね、はい、一流ミュージシャン曲にちゃんと揃ってましたから、はい、まあ、とってもそんなにたくさんはいませんでしたから、今みたいに、だから一流と、まあ、限られてるミュージシャンですから、その限られた一流ミュージシャンで、レコーディングしましたって、ただちょっと待って、その時細かく誰がどれあの、うん、パーソナル一時覚えてないな、考えたら。そうなんです、実は誰が演奏してるかよく分かってないんです、尾崎さんのバック、うん、まあ普通に考えると、はい、
そうです、まあ、アレンジャーによってもそのあのあそ、ね、選ぶ人種が違いますからね。京平さんと前田範夫さんでは全然やっぱり違いますか、選ぶというか、あの演奏するミュージシャンも変わりますから。そうかそうか、アレンジャーによってで、アレンジャーの人がこの人にやってほしいっていう場合もあるんですか、はい、京平さんが。そうですね、こっちもそういう察して、はい、察して、さすがそれはオペレーターさん仕事なんですね。はい、わかりました、ありがとうございます。で、あの井上さんは、はい、あのだから多分そういう時は京平さんの時は多分選んでないと思いますよ。そうなんです。あのその後尾崎さんのドラムをライブでよく叩くことになります。猪俣健さんという方がいらっしゃいまして、でこの方は実は「また会う日まで」のドラムはですね、チャ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 の後のドンしか叩いてないんですよ。でこれがちょっと結構謎で、ちょっと今せっかく話されたんであれなんですが、あの尾崎さんと猪俣さんには先日インタビュー行ったんですけども、あったのはあの岡村範夫さんという方の紹介でお会いしたと、うんうん、で岡村さんというのはムジカプロダクションで TBS 関連というのを私調べて分かったんですけれども、 TBS 関係ありましたか、関係ないですかね。この方はどういった人物ですか。岡村さんはね、要するに前田範夫さんとかのマネジメントをされてたんですよ。マネジメントですか、ええ、だからそういった意味では井上さんの、はい、サウンドリミテッドのマネジメントも出演してたのかな、ちょっとしたら。だからそれミュージシャン関係の、はいはいはい、だからレコーディングの時とか、まあレコーディング以外でもその演奏会でも、特に前田さん の、 その演奏する、はいはい、ブレーンっていうか、はいはい、その辺は全部、うん、岡村さんが仕切ってくれるんですよ。あ、そうなんですね、はい、その岡村さんを誘いでたまたまたまレコーディング現場にいて、うん、ドン入れた方がいいんじゃないかっていう話になってドン入れたんじゃないっていう。誰が言ってたんですか。そうです、井上さんが。ああ、そうですか。本庄さん、僕はね、ちょっとそれがあんまり覚えてなくて、僕は、はい、後で入れたのが、はい、井上さんっていうのは記憶になくて、あ、そうですね、日野元彦だと思ってたんですよ、とこちゃん。そうですか、とこちゃんとなんかドラムの前で話し合った記憶あるんですよ。ああ、そしたらなんか前になんか誰かの本書いた本で、はい、そうじゃなくて、ね、あれは井上さんだって感じ、あ、そうなのかと思って、あ、それで知ったということですね。僕だからなんかラジオで、あれは誰ですかって、僕は井上あの日野元彦ですって、うんうん、言ってしまったんですよね。もちろんフルでドラム叩いてるのも誰かは覚えてらっしゃるんですね。そうですね、だからそう考えても日野元彦か可能性ありますよね、日野さん。あの人、石川明さん、まあどっちかじゃないですかね。あ、いや、それが聞けるだけでも貴重です、ありがとうございます。で今ちょっとね、あのまた会う日まで話飛んじゃいましたけれども、はい、デビューシングル別れの夜明けお睡眠ということで、うん、鈴見恭平さんが、まあ、採用されて、はい、まあ、山上町さんが、うん、作詞で、山上さんはやっぱ森山良子さん関係でやっぱりもう、お願いしやすかったというのはありますか。まあそれもありますね。たくさんとはね、あまり仕事はよくしてたんですけど、ね、そんなにしてないんですよね。グループサンズでもアクさんとはあまり、はい、あのスパイダーズも、まあ、アクさんがなんかプロになる前アクさんの曲をレコーディングしてるんですよね。あるんですか。で、アクさんが、アクヨさんがプロになった時、はい、私に電話ありましてね、ちょっとお会いしたいって、はい、して、そしてアクさんと初めて飯食ったんですよ。その時に、実はこれからプロになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あったことないから。使ってくださいってことですよ。それでなんか一緒に、した記憶があります。あ、そうだ。でもそれ以降はあんまりやった。あんまり会ってない。会ってなかったんですけどね。まあ、いくつかやりましたね。あ、そうです、この堤さんと山上さん、もうデビューシングル会議をするわけじゃないですか、レコード会社と、はいはい、村上さんって、尾崎さんのデビューシングル、どういうふうな注文で依頼をされたのか覚えてますか。あのね、ほとんど覚えてないんですけど、多分やっぱりバラード、まあ、2種類ね、まあ、業者に、で1つはなんかちょっとバラードっぽい曲がいただいたことがあるんです。まあメロディアスな、まあ、ちょっと例えばカンソーネっぽい、ね、そういういいバラードね、はい、というような発注をしたいんです。それでもう一つはちょっとリズムブルースっぽい、はい、あのリズム感のある、はい、曲というなんかそういう2つの方向性で行ったらいいかなというような多分そんな話ですかね。
で、これ、こういうのとはちょっとわからないんですけど、うん、俺が依頼をしたら、候補曲っていうのは、もう1曲じゃ上がってこないんですか、鈴木さんから上がってくる曲って。桑井さん、いや、2曲ですよ、大体。シングルバンド。A面ってことですね、はい。これ以外の曲は、これ、なんか候補曲として3、4曲上がってきて、そこから選ぶっていう作業ではないんですか。まあデビュー曲の時はそういうことはやる、まあ、出版社なんで、の仕事ってもありますけども、ね、あの何かの共作なんてことは、はいはいはい、でもそれはまあ作家にとっては失礼な話で、そうですよね、私はあまりそういうの好きじゃなかった、はい、あんまりやってませんし、でこの2曲 AB 面、2曲、まあ、どっちか A 面じゃなくて、うん、出来上がった曲で最終的にどっちを A 面か B 面、後で、だから最初からこうやって A 面はこういうか B 面はこういうつんじゃなくて、A 面だけで、はい、聞いてどっちでいくかってことですよね。はい、ありがとうございます。で、レコーディング最初の様子を覚えてらっしゃいますか、この当時別れの夜明けを推移なんですけども。あんまりよく覚えてます。覚えてない。京平さん、鈴木京平さんはレコーディング現場いらっしゃいますか。こういう時どう。いや、もちろん来ますよ。もちろん来ますね。京平さん自分で指揮してやります。やっぱそうですよね、演奏は。あの今みたいにそのマルチで要するに打ち込みみたいな時代と違いますから、はい、昔はあのミュージシャンがスタジオの中で、まあ弦は別ですけど、まずリズム帯を取って、それからも弦かぶせっていうので、はい、まあ全部それは大体作曲家兼アレンジャー、アレンジャーですよね。まあ、京さんの場合は ね、あの当時は全部両方京さん自分の曲を自分のアレンジしてましたから、はいはい、全部京さんがスタジオの中で振るんですよね。はい、でそれをまた、まあ、本庄さんが見守って、はい、まあ、ちょっと意見したりとか、ええ、いうことになってくるわけですよね。はい、ちょっとレコーディング。作詞は来ませんけどね。あ、そうですよね。作詞がちゃんと歌ってるかとか、なかなかチェックには来ないわけですよね。はい、そうですか、ありがとうございます。いよいよ71円になって、また会う日までが誕生するというところになるんですけども、もうまた会う日まで誕生はもういろいろ、なんかいろんな方のいろんな証言がありすぎて、もうどれが本当かもうちょっとわからなくなっているところがあるんですけども、はい、基本的にあの、本庄さんの本に書かれているあのことで言いますと、やはり日曜の村上さんが、資料として持ってきたのが、ズーニーブーバージョンのシングルの一人の悲しみ。これはね、3度目の正直ってよく言われますけど、元曲があるんですね。それを持ってきて、これでいきたいと、はい、話をしたと。で、ズーニーブーちょうどこの71年に解散してるんですよね。あ、そうでしたっけ。そうなんですよ。なので、まあ、具合がいいって言ったらいいって言った人失礼なんですけども、んもう、もしかしたら終わることを見据えていて、村上さんちょっと持ってきたのかなとも、私最近考えてはいるんですが。だって、別にズーニーブーは日音関係のアーティストじゃないしね。たまたまその曲が日曜の曲だったと。ではそうですか、たまたまって誰ですか、そうですね、うん、持ってきた時の印象覚えてますか、普通に最初聴いた時曲を。はい、いや私はだからね、あこんな曲があるの知らなかったんで、はい、あいい曲だなと思いましてね、とにかく聴いて、まあ、今ではあまりこう人が歌っている曲を歌詞を変えて出すっていうのが私の世代ではちょっとえって思っちゃうような出し方なんですけれども、当時としてはどうなんでしょうか。いやそれはもちろんそんなこと、うん、普通考えられない。普通考えられないですか、やっぱり、うん、あでもこの曲は合うなと思いましたね。それは尾崎さんに合うんですか。あどういうところなんですかね。ただ要するにそのリズムの感じとか、それ曲自体もいいと思いますよ、ね。うん、あのそのアレンジのこうなんかもうイントロのフックもいいしね、うん、それからサビの覚えやすさ、これは覚えやすいし、はい、覚えやすさ、そうですね、うん、これは感じありますよね、やっぱりね、そこね、うん、であの尾崎君リズム感もいいからね、この曲はうまく歌えるなという、はい、ただ詩はちょっと地味だなという感じはしたんで、で村上さんにそれこれやっぱり詩はちょっと書いた方がいいですよね、はい、でそのアクサントの詩の交渉を投げていきますか。村上さんが、アクサン担当、ね、で本庄さんは鈴木さん担当、だから曲をじゃあアレンジどうするかっていうのをちょっと考えますので、はい、うんうんうん、その役割分担をして、はい、で私仕込みするか考えたんです。これ以上のアレンジはありえないなと思って、うん、まあズーニーブーバージョン聞いて、そう変えようがないと、変えようがないなと思って、
それ鈴見さんとも本当にいいアレンジだと思いましたね。鈴見さんともそういう話はしたんですか。で、確か電話かなんかしたいわ、ちょっとそれも覚えてないんですけど、このまま行きたいっていう話は確かしたと思います。はい、そうですか。うん、でそれは業者も納得して。納得して。うん、いや、そんなことは業界なかったですよね。まあ、カバーをやるのに、カバーですよね。そうですよね、同じアレンジ。それはだってアレンジは買えますよ、大体。そうですね、まず、あ、そうですね、そのままやるんだったらね、本当に。うん、まあ、100曲アレンジしてるからね、だからそれは、そう言われるもないし。でやっぱりあれさ、それ昔の曲でもないし、だからそうですよね、アレンジするとしたらやっぱりそれがベストの状態、アレンジがこの結果だという、一人の楽しみは1970年なんで、去年出た曲ですからね、それをアレンジ変えずにって、ちょっとやっぱ当時としても異色変えてくれていたって、やっぱりね、一般的にあのこの曲、やっぱりこの歌詞が斬新だったとかいろいろな、ね、曲のヒットの要因言われるんですけども、プロデューサーとしてこれ大ヒット要因、うん、何とお考えでしょうか。まあ第一はやっぱり尾崎君の声じゃないですかね。尾崎の声ですか。この新鮮さとそのはつらつさ、そのダイナミックさ、はい、でしょうね、まあそれともちろんね、曲の良さ、覚えやすさ、曲を覚えやすさと思いますけど、以前お伺いした時にはですね、後にこうだんだん尾崎さんの曲がだんだん難しくなっていくと、やっぱり尾崎さんのレベルが高いので、ね、作曲家陣もそれに合わせるから曲が難しくなってくると、うん、今度まあ、特に住京さんの曲はそういう、ね、住京さんそうですよね、傾向にあるような気がするんで、まあそういう番組でちょっと後で反省っていうかね、ちょっと京平さんに頼りすぎたかなって。ああ、頼りすぎた、気もしないでもないですけども、まあ、まあそれはある意味すごいことではあるんですけれども、でも確かにまたの日までって、うん、なんとかここでみんなで一斉のせる歌おうと思えば歌えますよね、うん、すよ、だからそういった意味でやっぱキャッチだからね、結局彼はやっぱり上手すぎるんで、うん、結局聞き歌になっちゃうんですよね、今日作る曲がね、だから、まあ、当時まだカラオケ文化ってあんまり果たせないん で、ね、あんまりその皆さんがあのこれ歌いやすいのかって、あんまりそういうのもね気にする時代でもなかったってこともあるんですよね。そうですよね。そのうちカラオケってすごい浸透してる時代、ね、でもこの GS 時代ってみんな合唱してませんでした。お客さん GS 時代ってなんかみんなが客席で歌ってるイメージがあるんですけど、まあ、でもそれは女の子たちがね、女の子たちだけですか、はい、男は歌わないですか。でもやっぱ待った日までは未だにカラオケでも歌われてるっていうのはやっぱそれを表してますね。その後だから後輩の人ってあんまりカラオケで歌う人いないんじゃないですか、ね、いや歌えないです、歌えないでしょ、歌えないです、ギリギリさよならをもう一度ぐらいまでです、やっぱり、ね、ちょっと反省って、ね、反省が、うん、逆に未明の方がよかった、今から考えるとね、うん、とかあるいはアルバムに入れた人とか、ね、そうですね、よかったのかとかね、うんうん、やっぱ難しいところですよね、レベルが高いところでの葛藤ですよね、尾崎さんのね、ありがとうございます、貴重な話を。さあということでお時間になりました。最後にですね、あの、まあ、まとめなんですけども、はい、まあ、本庄さんにとって尾崎さんとの出会いは何だったのかっていうのはちょっと抽象的なんですけれども、あの、まあ、先ほど森山良子さんと、うん、あと、大橋純子さんと尾崎さんっていうのはもう人生において3人挙げるならばその3人だと言いましたけど、改めて尾崎さんという存在を今考えると、どういうふうにこう最後語っていただきますか。やっぱりね、あの、まあ、今まで私が知った中でやっぱり男性歌手で尾崎を、うん、こういう日本の歌手ってやっぱりポピュラーすぎがいないんじゃないかという気はします。それで、あの、彼の良さはね、はい、あの要するにテクニックばかりじゃなくてやっぱり歌をすごく自然に聴かせるんですよ、うん、あのなんだろう、声があってでも別に彼は声で聴かせるっていうんじゃない、あの聞いていただけると分かるんですけど、例えばすごいソフトに歌うときはあのわざわざ普通の音域でも、うん、あの裏声使って歌ったりしてますよね。そういう曲もあるんですよ。そうかな、なんか、うん、あんまりそういうこと日本人はあんまりやらないんですよね。うん、ごく自然にそういうのやって、やってて、うん、で、彼の歌ってのはだから、あの、
そういう演技もないし、ごく自然に、なんですかね、人の心にね、あ、それともう大事なのは、日本語がすごく綺麗。日本語、英語うまいし、それと日本語がすごい綺麗なんですよ。で、今の日本の音楽って、日本まともな日本語の美しさはないじゃないですか。日本のポピュラーソフト、若い人たちも歌って、全然何歌ってるか分かんないの、歌が多くて。そういった意味でもやっぱり、そういう歌の日本語の美しさ、素晴らしさをやっぱり表現できている、もう素晴らしい歌詞だったと思います。もうこういう人は二度と出てきません。いやありがとうございます。本当に、最後も今一生懸命胸に来て言葉をいただいて、本当に本庄さん、ね、この偏僻な場所、何度も言って、いや宮城さんに申し訳ないけどこんな、ね、ところまで来ていただいて、本当はありがとうございます。またこれからもですね、ぜひともよかったら近づき遊びに来ていただきまして、また一緒に尾崎さんをね、聞くことができたらいいなと思っております、はい、それではこの回の最後に、ブランディン自慢のですね、ジュークボックスでまた会う日までを聞いていただこうと思います。